散財は人生や、どうも直島です。今回はトラスさんから出てるネッククーラーを開封しながら紹介していきたいと思うで、直島といえばネッククーラーを過去3つ紹介してるんやけど、今回で4つ目やね。ということでネッククーラー歴1年のワイが早速レビューしていきたいと思うで、まずは開封から。はい、ということで早速開封していきたいんやけど、箱はこんな感じやね。すごくシンプルやね。じゃあ早速オープン。 Make it happy。 ハッピーを作ろうかな。ということで箱の中から出てきたのが箱やね。かなりずっしりしてる。でね、なんでこれこんながっしりしてんのっていう感じなんやけど、お値段の方が 14,990 円やね。やからこんな丈夫な梱包になってるのかもね。ここを開けると、おー、すーごい大きい。まあ本体ここに見えてるんやけど、梱包物から見ていこうかなって思う。充電ケーブル USB Type-C になってるね。でこれはバッグって書いてる。この巾着に入れると傷をつけずに持ち運べますよっていうやつやね。かなりシンプルな同梱物で、ケーブルと同じところにこういう風に取扱説明書が入ってるっていう感じになってるね。ということで早速取り出していきたいと思う。ほんでこれがお待ちかねの本体やね。14,000円だけあってかなり丈夫な作りになってるね。高級美容器具みたいな雰囲気も兼ね備えてるような気がする。ワイが持ってるネッククーラーの中やと比較的大きめなイメージはあるかな。このネッククーラーなんやけど2色展開してて、今ワイが持ってる白と黒があるみたいやね。ホワイトベースで部分的にゴールドが入ってるっていう感じやね。まあ黒も同じくここが黒ベースっていう感じになってる。こう見た感じちょっとやそっと落としただけやったら壊れるような感じのものではなさそうやね。でネッククーラーやからこの首元の後ろに冷えるところがあるっていう感じやね。ワイが使ってきたネッククーラーもどれも冷たくなる場所っていうのが各々違うねんけど、これもまた違う感じやな。この L と R って書いてんねんけど、ここからは風が出るようになってるみたいやね。冷える部分としてはこの首の後ろと顔周りここに風が来るっていう感じで、多分ここが排気場所になってて、多分扇風機があると思われるところをわーって回すとこっから風が全体的に出てくるっていう仕組みになってるね。下からも風が出るような穴が開いてるっていう感じ。これかなり涼しいんじゃないの。冷える場所が2箇所あるっていうのがいいね。でさっきも紹介したけど USB Type-C になってて急速充電に対応してるっていう感じ。ちなみに充電してみるとこんな感じやね。今どんぐらいの充電容量かっていうのが分かりやすくなってるね。ちなみに電源ボタンはここにある。とても分かりやすい。まあ見た目に関してはそんなところかな。っていうことで、まあ、見てきた中で一番ごついから気になる重さも測ってみるわ。今測ってる感じやとだいたい 350g ぐらいは最低でもある感じかな。かなりごついね。これはなんかパワーに期待できそうな感じはする。っていうことでね、早速ネッククーラーを使っていきたいと思う。はい、っていうことでね、早速このネッククーラーを試していきたいと思うで。電源は凹凸がボコッとしてるから、手でこう凹凸を確認しながら電源をつけることができるようになってるね。じゃあスイッチオン。おー、涼しいね。このネッククーラーやねんけど、今まで使ってきたネッククーラーと何が違うかっていうと、後ろに冷却プレートがあって、ここから出る風が普通の風なんじゃなくって冷風になってるところやな。このネッククーラーはまあ3段階あって、今冷風の弱やねんけど音はこんな感じやね。冷風が来るんやったらまあ妥当かなっていう音量かな。
うん、涼しい涼しい。なんかネッククーラーって聞くと冷風が出てくるイメージがあって、それを体現したのがこれって感じ。なんか今まではこうプレートで冷やすものしか使ってこなかったから、あーネッククーラーっていうのはそういうもんなんやって思ってたけど、なんや冷風も出るんかいっていう、びっくりだね。なんか最初大きさでけえなって思ってたけど、首全体に風が来るように穴が開いてんねんけど、そのためのこの大きさなんやなっていうのもすげえ納得できた気がする。この大きさに関しても風は本当に冷たいし、上からも冷風が来るし、下の方にも穴が開いてるから、ここも冷風が来るようになってるね。うんうんうん、いい感じです。とても今スイッチオンしたんだけど、この状態やと後ろのプレートっていうのはまだ冷えてへん状態やねんな。それでも全然涼しいなって思うねんけど、今からプレートを冷やしていこうと思うねんけど、後ろのプレートを冷やすにはこのスイッチボタンを長押しするみたいやね。めっちゃ冷える。ちゃんと冷たい。なんか冷たいって分かるように冷たいね。しかもこっから冷風出てるから、なんか今までと違うのは首元を冷やすプレートのみやったのに、さらにここから冷風が出てる二刀流っていうところが1万5000円っていう価値に出てきてるのかなっていう感じはしてるね。冷感プレートもちょうどいい冷たさ、キーンってなるような冷たさではなく、うわっってならない程度、じわじわ冷たくなるような感じかな。なんとなくワイが思ったことやねんけど、この冷感プレートはずっとつけとくっていうよりかは、なんか冷風でもなんか暑いなって思った時につけるのがベストな感じはしてるね。ほんまにこの風だけでこと足りる感がある。今ちょっとだってもう首もっと冷えすぎて消したくなっちゃってるもんね。まあこの後ろのプレートを使う頻度を下げれば充電持ちはもっと良くなるし、必要な時だけ使うっていう感じがベストなのかなって思ってる。排気やねんけど、どこが排気なんやろって思ったら後ろやね。この後ろの絶対当たらへんところが排気熱が出るようになってるとこやな。だから後ろ触ると暑いけど、ここは全然体のどこにも当たってへんから、涼しいけどどっか暑いみたいなことはないね。ここも穴開いてたりするけど、ちゃんと冷えた風が来るようになってる。想像してた外で使うクーラーっていう感じやな。ちなみに弱の音は計測するとこんな感じやな。まあこの弱の音は例えるならハンディ扇風機と同じぐらいの音量っていう感じやな。次はパワーを中にしてみるで。あー、計測器で測ってみるとこんな感じやね。中になってくると耳障りで風量も上がってくるから、ちょうど鼻の穴に風が当たってる感じでちょっと息苦しいねんな。息苦しいなって思った場合は、角度これだけのように見えるけど、こういう風に調節することが可能やから、それで鼻に当たらんように調節するっていう感じになってくるかな。やっぱりこう調節して広げるよりか、こういう風にマックス自分の首にピタって当たるぐらいこういう風にした方が首にちゃんと風が当たって気持ちいい感じはあるね。なんならレベル小でこの角度が一番ベストな感じはしてる、個人的には。こう広げた時に風こっちに行って、まあ電車とか乗ってて人に風が当たったりせえへんのって思う人もいるかもしれないんだけど、ちゃんと配慮してなのかわかんないんだけど、人に風が当たって迷惑みたいなことは全くないね。音がうるさいから、まあ満員電車とかでは使わない方がいいのかなっていう感じはしてる。歩いてる時に使うっていうんやったら、まあ問題ないね。今日です。正直こっちからしたらもう十分なんだけど、今日にするとめちゃくちゃうるさいね。外で人と会話しながらこれをつけるっていうのは厳しいレベルかも。音量計測するとこんな感じやね。計測した感じで見ると洗濯機の音を耳元で聞いてるような、そんな感じの音量やね。人と会話するときは困難なレベルの音量ではあると思う。まあ、個人的に外に出るときってそんなめっちゃ激しい運動するわけでもないし、ブワーって浴びたくなるときがないから、まあ小で十分ぐらいやけど、外で作業することが多い人はこんぐらいあったら便利なのかなっていう感じかな。ちょっと音がうるさいから下げるね。はい、っていうことでね、3段階試してみたんやけど、1万5000円っていう、まあ、ネッククーラーにしては高価格帯部類だけあって、想像するネッククーラーやなっていうのが感想やね。
使ってる感じやと外でジョギングしたりする人にはおすすめやし、会社行く人ってなんかスーツとか着てたりするやん。そういう時に駅までとか歩いてる途中に使っても良さげやなっていう感じはしたし、長時間つけてても充電が切れる心配をしなくていいっていうのもめちゃくちゃその外で活動する人には向いてるなって思ったね。まあ、これ使ってみて向いてないなって思うのはなんか人が多いところとかで使うのははばかるかなっていう感じはしたね。基本なんかこう周りの空間が空いてるところで使う分にはレベル強にしてても問題ないなって思った。これやったらまあ工事とかしてる人ちゃんと涼しく使えそうやなって思った。悪いところとしては音量がでかいから、レベル小やとハンディ扇風機ぐらいの音量やけど、もうそれ以降になってくるとうるさいから不愉快な思いをする人がいるような環境では使われへんなっていう感じ。基本外やったらオールオッケーな感じやね。そんな感じです。はい、っていうことでちょっと外に出る用事がないのでジムでこれを試していこうかなって思うんで、今からジムに行ってきます。はい、っていうことでジムに行ってきたんやけど、まだジム行っても電池は持ってたから、さらにずっと家で作業しながらこれを使ってたんやけど、弱中強とかいろいろ変えたりとか、後ろのプレートとかなんかいろいろしてみた感じやと6時間ぐらいで切れたね。まあ6時間でも1日の会社行く時と帰る時あれば十分に持つバッテリー持ちやったね。ジムに行ってこれ使ってみてんけど、チャリンコみたいなの30分走ると顔真っ赤になって汗だくになんねんけど、普通に汗はかくね。顔に風と首元にプレートがあるからかなり涼しいなとは感じるね。まあそもそもジム自体エアコンついてんねんけど、まあでも汗だくやけど、まあ首から顔までは冷たい状態を保てるっていう感じやね。で、一応この下の方にも風が通るようになってんねんけど、上に開いてる穴よりも下に開いてる穴の方が風が弱い感じかな。ここの風が 70% で下が弱めな作りになってんねんけど、体はねあんま冷やされへんと思った方がいいかな。これを外で使ってて思ったのは、ボタンを押したらピッって言うねんけど、仮にこれを室内で使うんやとしたら、ちょっとこのピッっていう音がでかすぎてちょっと恥ずかしいかなっていうのはあったかな。涼しいけど音うるさいし、ピッっていう音もそうやし、なんかこっから出る風のゴーっていう音、弱やったらあんま気にならへんけど、中以上になってくると他の人が耳障りやなって思うんじゃないかなって思ったね。機能性としてはかなり今まで使ってきたネッククーラーの中やとダントツでいいなって思ったね。ワイみたいにジムで使うのもいいと思うし、ジムやったらね、まあ、室内やけど一回うるさいし全然使えると思う。おすすめの人としてはこう外で、まあ、ジョギングとかスポーツやったりとか、なんかイベント行ったりとか、そういう人で首から顔までを冷やしたいなって思う人にはすごくおすすめの商品やなって思ったね。値段は高いけど外が暑くて嫌やっていう人は、まあこれ買っとけば間違いないなって思うね。体全体は冷やせないよっていうことはちゃんと覚えといてください。ということで今回はトラスのネッククーラーを紹介してみたね。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。